神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします横浜市中区にある横浜情報文化センター内の放送ライブラリーでフォトグラファー岩合光明さんが世界で撮影した猫の写真展が開かれています来年10周年を迎える NHKBS プレミアムの人気番組の世界を写真と上映会で楽しむ企画展で 番組で紹介された世界の個性豊かな猫のうち約130点のカットが並びます。海老名市内の工作放棄地で、県立中央農業高校の生徒らが生産した小麦、夢めし法を使ったバゲットなどが、JR 国立駅の商業施設内のパン販売店で販売されています。 パンの販売を手伝った生徒が、私たちの学校で育てた小麦で作ったパンです、と呼びかけると、女性らが次々と立ち寄って買い求めていました。新型コロナウイルスのオミクロン株をめぐり、神奈川県は25日、感染の疑いがある人の濃厚接触者として、新たに男女109人の県内在住者と滞在者がいたと明らかにしました。 いずれも症状はなく、これまでの検査で陽性が確認された人はいないということです。